にちは、カンタです。ただいまね、林道である大気南東線の案内板の前にいます。この林道はですね、国道42号線の三重県渡来郡大気町からね、同じく南伊勢町の国道260号線まで抜ける林道でね、この林道途中にね、朝日滝というね、怪しい滝がありまして、今回はね、そちらを目的として今から走っていきたいと思います。ちなみにですね、南伊勢町の国道260号線からですと約ね6キロぐらいなんですが、まああえてね、今日はね、こちらの大気町からスタートしていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。ちょっとね、距離があるんで、まあ初めからね、初っ端から2倍速で行きます。
げえ、わあ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 、ちょっと怖いような感じが通る。失礼します。すごいな、ちょっと見てこう。あぶね、あぶね、失礼しました。こんな場所ですね。ちょっとかなり雰囲気は大荒れですね。夜はちょっと無理ですね、ここは。さあ、それではまあもう戻りたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあね、ちょっと動画ではですね伝わりにくいと思うんですが、実際に赴くとですねかなり怪しい滝でした。今回もね最後まで見てくれた方には本当に感謝いたします。それではね、今回はこの辺にしておきたいと思います。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。